はいでは改めましてじゃあ渡辺さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいでは今ご紹介預かりましたようにですねその CSS 新しい書き方がありますよと題しましてセッションを始めていきますまずはですね自己紹介からいたしますインクリメンツ株式会社でデザイナーをしています渡貫圭介といいます企画やったり情報設計やったり UI 作ったりフロントエンドやったりとか まあまあ比較的いろいろやってる方かなというふうに思っております。あとはですね、えっと、こちらの ID、あの、各種 SNS とかやっております。特に Twitter が一番動いてるかな。あの、よかったらぜひフォローしてください。はい。で、えっと、この Increments ではですね、これら3つのサービス開発しております。先ほど話に出していただいた Kita と、あと Kita チーム、KitaJobs というサービスがありまして、 自分は、さっきちょっと話してました。こちらのキータをメインに今開発をしております。でまあ、ちなみにあの3プロダクトともというかあのインクリメンツ全体であの一緒にこう働いてくれる仲間を募集中ですので、あのそういうのも声かけていただいたら嬉しいななんて思っています。はい。ではですね、まあ、早速というか内容入っていこうと思うんですけど、CSS はのいろんな書き方がありすぎると思いませんか皆さんこう。例えばですね、 CSS 中央揃えって検索するとこんな感じです。えー、っと、7つの方法、5つの方法、5つの方法と。まあ、単に中央に揃えるっていうだけで、こんだけいろんなやり方があるんですよねで。もちろん中央揃えに限らなくて、まあ様々な実装方法あるんですけど、最終的なビュースタイルが同じだったら便利な書き方とか分かりやすい書き方したいよなっていうふうに思うんじゃないかなと。はい。で、 すでによく知られているような書き方でも別に問題は全然ないんですけど、新しい書き方を覚えて、楽しちゃおうあのわかりやすく書けるようにしようというのがこのセッションの趣旨です。はい、ただ、まあ、ちょっとご了承いただきたいのは、えっ、ー、と、ある程度は広く使えるテクニックあの持ってきてはいるんですけれど、えっ、ー、と、まあちょっと限界があります。新しい CSS って言ってるので、インターネットエクスプローラーでは使えないとかそういう具合ですね。 でどのブラウザで使えて、どのブラウザで使えないっていう説明してると、そこに結構時間使っちゃうので、そこはあの省略させていただきます。実務では、Can I use などご覧の上であの使用していただければなと思います。はい。では、えー、この8つのテクニックプラスおまけ2つっていうので、10個のトピック紹介していこうと思います。まず最初、フレックスのテクニックですね。はい。 えっと、フレックスのオンテナがあって、このグレーの部分ですね。で、えっ、ー、と、雇用素に一定の余白を持たせたいシーンっていうのは結構あるんじゃないのかなと思います。雇要素が、まあ、不確定で折り返しもあってっていうような感じですね。で、えっ、ー、と、まあ、フレックスに限りませんけど、よくある手法、昔からの手法だとこんな感じかなと思います。えっ、ー、と、雇用素に対して、まあ、今で言うと下と右側に余白をつけておいて、 親要素のパディングとかマージンで帳尻を合わせておくっていうようなこういう書き方ですね。はい、でこれらのこ動嫌なのはその親要素で余白を差し引き調整するので親と子両方見ないと果たして今どうなってるのか全体像わからないとか、まあ、責務が微妙にこう逸脱している感じがあるこれは果たしてこの要素だけがやるべきことなのかっていうのとあとはちょっとあれですけど直感的じゃないとか美しくないとかそういうことがあるかなというふうに思います。 で、えー、変えたコードを見てみましょう。HTML は同じままで大丈夫です。CSS だけ左が Before で右が After でこんな感じに変わっております。どこが変わったかと言いますとですね、はい。えー、っと、この Gap というプロパティと、えー、っと、が追加されて、で、こっちチャイルドからはマージンが消えております。はい。で、親要素から予約を指定できるので、子要素には何の指定もしなくて良くなります。 あと今は水平垂直一括で指定してたんですけど、別個に指定することも可能です。ちょっとこちら、あこの、えー、っとサイトもすでに公開しているんですけれども、えー、っと見てみようと思います。今までのコードですと、このように各要素に、えー、っとマージンつけておいて、親で微調整みたいな感じが多いんですけれども、新しい方だと子には何にもついていません。そして親にこのギャップというのがついていまして、これを 今、お分かりでしょうか。チェックつけ外しすると、えー、っと、こうギャップが、余白がついたり、ここを変えると広がったり、マージンとかの、ちょっと分かりやすい方がいいかな。マージンとかのショートハンドと同じように、2つ書くと、ちゃんとこのようにですね、えっと、ローとカラム、水平、垂直の部分で変更がなされます。改めてコードを見てみますと、このギャップを親要素に追加っていうのと、個要素から個別のマージンはなくしております。 次ですね。親要素に合わせた伸縮です。これをですね、えー、っと、まあ、こういうのもよくあると思います。こう、ぴったりと、まあ、常に同じパディング以外は埋めていてほしいんだけど、不確定で折り返しもあるで。あと、最後もちゃんとこう、揃っていてほしいっていうような場面ですね。これ先ほどのあの、アフターで使ったコードをまず持ってきました。でそうすると、えー、っと、まあ、ほぼ大体これでいけるんですけど、 ちょっとこう嫌な箇所というか迷う箇所というかフレックスグローを使うと例えば最後の行はすごい伸びちゃう。あとは要素数もわからないからこう N スラストチャイルドオブタイプみたいなえアプローチができないとか。あとこう疑似要素を使うとこう解決できたりすることもあるんですけどまあ4列5列とかってなると難しいとかっていうふうになります。これもちょっとピンとこないかもしれないので少しご説明いたしますと、例えばこの要素にえっとフレックスグローを追加すると 今ここ、一列目はぴったりとくっついてくれているんですけれども、最後の列、二列目ですね、が、まあ要素に合わせてこう、いっぱいいっぱいになっちゃうので、ちょっと制御しづらいっていうのがあるかなと思います。で、えっと、こちらを解決するのがこのようになっております。ちょっと結構変わっちゃいましたが、えっと、この、まずはディスプレイをグリッドに変える。それからグリッドテンプレートカラム、リピート、 オートフィット、ミンマックスという組み合わせでやっていきます。はい。で、まあ、グリッドはディスプレイのうちの一つなんですけど、えっと、リピートとオートフィットっていうのは余白がある分だけ繰り返してくださいっていう、いい感じにやってくださいっていうテクニック。で、ミンマックスと FR っていう単位が出てきます。これも最小値と最大値指定しつつ、いい感じにやってくださいっていうテクニックです。ちょっとご説明しますと、こっちアフターのコードなんですけれども、アフターで書いたコードなんですけど、こちらはちゃんと こう、2列、3列、1列と変わっても、ちゃんと常に親要素にこう追従してくれています。そして、最後の列もしっかりグリッドに揃ってくれているというふうになっております。で、これが、親から指定していまして、ここの、えっ、ー、と、値を変えるとですね、例えば、こうすると、最小200ってすると、こう、さっきより伸びる、あの、位置が変わるというようなことですね。 なので、こんな感じで柔軟に指定するように、できるようになります。改めてコードをお見せしますと、はい。えっ、ー、と、このグリッドテンプレートカラム、リピートオートフィットミンマックスっていうのと、あとチャイルドからはウィルス指定がなくなっております。次ですね。絶対配置での中心揃えです。これよくあると思います。親要素がリラティブ。で子要素がアブソリュート。で、上下左右の中心揃えをしたいと。 で、えー、こんな感じのコードになるかと思います。まあ、それこそ冒頭に話した中央揃いテクニックのうちの一つなんですけど、なんかこう、トップ、ライト、ボトム、レフト、ゼロ。まあ、わかるんですけど、わかるんですけど、上調ですよね。な,なんか、中央揃いするのにこんなにたくさん書く必要はあるのかなみたいなことを思うかなと思うんですけど、こちら書き換えると、このようになります。えー、っと、変わった箇所、こちらですね。この、インセットという場所です。 これにトップ、ライト、ボトム、レフト全部丸っとひっくるめられております。こちらもお見せします。まず、これが既存のコードです。トップ、ライト、ボトム、レフト全部書いておりますが、新しい方、インセット1個で OK です。ちゃんと親がリラティブ、子がアブソリュート。で、インセットを開いてみますと、ここにトップ、ライト、ボトム、レフトっていうのが中に展開されております。 で、えー、っと、まあ、えー、っと、マージンとかパディング同様に、ちょっとこれとは違う話ですけど、上下左右分けて、トップボトムの指定、えー、ライト、レフトの指定っていうようなことも可能になっております。はい、改めてコードをお見せします。インセットに一指定全部まとまっております。どんどんいきますよ。次、アスペクト比の維持です。えー、っとですね、画像を、 親要素の変形に影響されないでアスペクト筆致したい場面結構あるかなと思います。今回はえと16対9でまずはお見せしようと思います。で、えっ、ー、と、既存のコードをお見せしますとですね、えっと、これ、使ったことある人、見たことある人は、ああ、こうなるよなっていうふうに納得できると思うんですけど、えっ、ー、と、正直言ってですね、この嫌な箇所、何がって全部です。全部謎です。 なんでポジションレアティブとオーバーフローヒルンが組み合わさってんだろうなとか、パディングトップに56.25%っていう謎の値があるけど何、何これは9割1 6をすると0.5625でパーセントにするとそう。しかもパディングトップだろうがボトムだろうがいい。あとはイメージもそのアブソリュートかつ中央揃えみたいな。まあ一時が万事謎です。で、新しい書き方、非常にシンプルです。 えとそもそも今までだと加工親要素 DIV とかが必要なあの書き方紹介が世の中多いと思うんですけど言いませんいらなくなりますですごく見た通りというかアスペクトレシオアスペクトの比率169その通りですよねというような、えー、と分かりやすい構成になります、まあ、一目で分かる人間が見てもより分かりやすいという風になりますでこちらはそのハック的でないので えっと今このイメージにアスペクトレシオっていうふうに入れていますが、例えばもちろんこれを4対3とか、えー、っと2対1とかっていうふうにしても問題なくて、まあ、このようにちゃんと,、えー、っと可変してちょっと維持してくれます。改めて行動を出しますと、これはもうどこが変わったっていうかもう全部ですね。そしてすごくスッキリ分かりやすくなっていると思います。はい、次です。えー、っと上下だけ。 もしくは左右だけの余白です。これちょっと、あの、思考を変えてみます。上下にだけパディングつけたいとき、皆さんはどっちで書かれますかえー、パディング10ピクセル0。あるいはパディングトップ10、パディングボトム10。まあ、大体どっちかかなと思います。あ、もしくはマージン化ですね。で、あの、こんな質問をしたんですけど、僕はどっちも好みませんと。あの、何の質問なんだっていう話なんですけれども。で、どうしてっていうと、 えっと、初期値が0。あの、パディング初期値0なんですけれども、まあ、わざわざ上書きしたくないと。でも、ショートハンドがあるのに個別でパディングトップボトムって記述するのももったいない。で、これはもちろん上下っていうセットじゃなくて左右っていう時でも同様ですし、えー、っと、まあ、マージンの時でも同様です。同じことを思います。ですが、えっと、このように変えることができます。 トップボトムっていう方が上下だけにつけたい。レフトライトっていうのが左右だけつけたいっていうコードなんですけれども、パディングブロック、パディングインラインという書き方に変えることができます。そうするとゼロっていう指定、えっ、ー、と、なくすことができます。で、これはですね、論理的プロパティっていう風に呼ばれるものです。えっ、ー、と、まあ、 論理的プロパティについてを詳細に説明しようと思うと、これだけで一つセッションできちゃうようなレベルなので、ちょっと今回は割愛はさせていただくんですが、普通の UI、横書きで左から右に流れていくっていうものであれば、上下につけたいときはパディングブロック、あるいはマージンブロック。で、左右だったらパディングインラインでマージンインっていうふうにできます。こちらも実際のコードをお見せします。今はパディング032と書いていて、 これ、ショートハンドで書いているので、展開すると、トップ、ボトム、ゼロ、ライト、レフト、32っていうように指定されていますが、新しい方、アフターですと、パッディング、インライン。これ、展開すると、インライン、スタート、インライン、エンドってあるんですね。まあ、今で言うと、横方向のスタート側とエンド側に、それぞれ32つけていますよっていうことで、まあ、無駄なというか、初期値をあえてオーバーライドするような記述がなくて済むので、ちょっと美しいかなというふうに思います。 はい。改めてコードをお見せします。このようになっております。パディングブロック、パディングインライン、あるいはマージンブロック、マージンインライン。次ですね。えー、と、推奨値、最小値、最大値です。これあの、イベントのページに例として載せていた話です。基本は、親要素の50%なんだけど、最大は X ピクセルで、でも最小も Y ピクセルみたいな指定をしたいっていうような場面ですね。 これは素直にというか、普通に書くのであればこういった視点になるかと思います。マージンを今真ん中に揃えたいというだけの話なんですけど、まあ、ウィルスとマックスウィルスとミンウィルスと、えー、それぞれ書くと。こうなるかなと思います。で、まあ、嫌なことまあ逆に言えばこれしかないんですけど、産業を書かないといけないということです。あの、僕はですね、本当に物草なので、いや、多いな、産業っていう気持ちになっちゃうんですよね。で、えー、書き換えてみます。 するとですね、えっと、このような風になります。えっと、それぞれ指定している値は50%、400ピクセル、100ピクセルっていう風に同じなんですけれども、このクランプというので、一とまとめにすることができております。で、えっと、これが、えっと、最小、推奨、最大という3つの引数を取っているんですけど、振る舞いは実質、さっきみたいに、m ン n w i ィ t h max w i ィ t h っていうのを平気しているときと同じです。これもお見せします。 えっと、今、before, after で、両方同じです。こう、ある程度まで行くと縮まなくなる。ある程度まで行くと広がらなくなる。っていうようなものなんですが、こちらは全部。before の,のコードは全部書いている。で、新しい方のコードは、えっと、一行にまとまっている。し、これを例えば、んと、じゃあ、300とかってすると、300より大きくなった以降は、こう、行かない。あの、それ以上増えないっていうような。 えっとふにちゃんと振る舞ってくれますあとちょっと余談というか直接これの話ではないんですけど似たような関数で min と max っていうのがあってこれは引数2つ、えー、と取って min、えー、だったら例えば50%と500ピクセルって入れたら今は50%のが小さいから50%の振る舞い今は500ピクセルのが小さいから500ピクセルの振る舞いっていう,ようなふうにしてくれますで max は逆ですね大きい方に振る舞ってくれます 改めて行動をお見せしますと、もともとは、えっと、幅の指定、ウイルスの指定だけで3行書いていたのが1行で済むようになります。さあ、だいぶ終盤差し掛かってきたんですけれども、次、えっと、詳細度の制御です。えっとですね、こどうしてもこういうスタイル書かないといけないときあるのかなと思います。あの、左みたいなこういうスタイルですね。 えっと、マークダウンから HTML として出力したページのスタイルを指定するとか、CMS から入稿された記事の、あの、本文と見出しのスタイルを指定しなきゃいけないとか、そういう時あります。で、えー、っと、そうすると、まあ、単に P にマージントップとかだったらいいんですけど、こうやってノットとか、なんかこう、資産セレクターだとかなんだとかっていうふうについてきちゃうと、詳細度上がっちゃうじゃないですか。そうすると、 改めて特別にこの良さをつけたいっていう時に、詳細度上げるバトルが必要になってきて、インポータントが必要になっちゃうんですよね。で、けど、まあ、インポータントできれば使いたくない。できればというかもう絶対使いたくないなと思うんですよね。まあ、仮にインポータントじゃなくても、詳細度上げるためのコードって基本的にややこし、い、ハック気味です。大抵負債になります。ということで、こういう書き方ができるようになります。これどこが変わったかと言いますと、この、 ウェアっていうので同じスタイルを囲っていて、かつインポータントが消えました。で、このコロンウェア何かっていうと、この中で指定すると詳細度が上がらなくなります。なので、アフターはインポータントなしでもスタイルが当たるようになります。これちょっと若干頭の中だけで考えるの難しいと思うので、こちらも例を示しました。このテキスト、 この、えっと、ブロックの中にあるテキスト、1個目は何もないです。2個目は、えっと、マージントップつけてます。えっと、それ以降はつけてるんですけど、これだけ、えっと、ちょっと上によりたくさんの予約が欲しいっていうことで、えっと、32ピクセルって指定してるんですが、今このインポータントを消しちゃうと、このように負けちゃいます、小サイドで。16ピクセルは勝ってしまう。ですけれど、こちらどうなっているかっていうと、 今、単に32ピクセルと書いているので、買っています、この16ピクセルに。で、どうしてかっていうと、このウェアで囲っているからっていうふうになっています。はい。というようにですね、はい。えっ、ー、と、改めてコードをお見せするんですけれども、えっ、ー、と、このウェアっていうので、えっ、ー、と、このリセット系のスタイルとか、えー、あるいは今みたいな生地のベースになるようなスタイルとかって書いてあげると、えっ、ー、と、まあ、将来が、平和が訪れるかなと思います。 でおまけ以外のテクニック、これが最後です。えっとですね、フォーム要素をトンマナ揃えたいときに、こういうスタイルは危険になりがちです。これラジオボタンとかチェックボックスとか、CSS だけでこんな飾り付けができますよって記事たくさんあると思うんですけど、チェック度とかインディターミネートとかまで CSS で表現しちゃうとか、元々の要素をディスプレイなんで隠しちゃうとか、ですると、まあ、後から解読するのが大変だったりとか、こうマークアップの構造に依存してしまうとか、対外アクセシビリティが下がってしまうとか、 どういうことか,かっていうとまあ何かしらこの手のスタイル見たことあるかなと思いますそのインプットとラベルがくっついてるからチェックされた時のラベルはこれこれこうみたいなスタイルが書かれてるもうちょっと長すぎてここでご紹介できないので省略してるんですけど、まあ、ご覧になった方もなったことある方も多いと思いますただまあトンマナ合わせたいだけにしては重労働だなって思うんですよね あとは HTML としてのデフォルトを打ち消してますので何が起こるか予想できなくなっちゃう。さっきのアクセシビリティの話とかもそうですね。ということでトーンを合わせたいでもできるだけ簡単に書きたい。こうなります。アクセントカラー。これ1個で済みます。で、えー、っとですね。これはアクセントカラーを使用してあげるとデフォルトにしてもチェック度にしても状態に合わせて今指定したアクセントカラーを付けてくれるようになります。 あと、地味にいいのがですね、フォールバック用意しなくても、最悪アクセントカラーに対応してなくても、普通のユーザーエージェントスタイルシートが当たるだけ、Chrome だと今だとこうコバルトブルーというかあの色が当たるだけっていうので、あの崩れる心配がありません。こちらも、えっと、これが今、えっと、ビフォーというかデフォルトの状態ですねで。これがアクセントカラーを当てております。で、アクセントカラーでこんな風に指定しているので、 これがチェックを当たるだけで OK と。で、あるいはこれが F00 みたいにしてあげると、こう赤になるよっていうような風に変わってくれます。で、ちゃんと、ちょっと、ちょっと水色で若干拡大しますが、チェックしましたとか、この、これがちゃんとコントロールできますよっていうような風に勝手に変わってくれます。あの、自分で描くといろいろめんどくさいですね。この時はバックグラウンドカラーがいって、この時はボーダーが必要で、いや、いらなくて、みたいな、そういうのから解放されることができます。 改めてコードをお見せします。一行だけで OK。アクセントカラーで OK です。はい。じゃあ時間もちょっと危なね。えっと、最後、あ2つおまけですね。えっと、1つは SVG 線幅の維持です。これもはや CSS の話じゃないんですけど、こういう時あるんじゃないかなと思います。SVG 拡大しても荒れないのは便利なんだけど、拡大はしてほしいんだけど、線幅は変わらないでほしい。画像として SVG っていうよりかは、グラフとか、こう、インタラクティブ要素。 で、SVG 使っている時とかはあるんじゃないのかなと思います。そんな時は、このベクターエフェクトノンスケーリングストロークっていうやつを SVG のコードの中に書いてあげると、もうこれで全部解決しました。こんな感じでですね、今これは同じ SVG を読んでるんですけど、これは普通に両者を拡大しているだけなので線も太くなっていますが、こちらベクターエフェクトノンスケーリングストロークってしてると、錯覚でむしろこっちの方が細く見えますが、同じ太さをしています。 で、こいつ消しちゃうと、こうやってはい、太くなります。なので、さっきの指定を SVG の中に、えっと、書いてあげるようにすると、えっと、まあ、インタラクティブ要素の SVG みたいなときも若干制御がしやすくなります。そしてもう一個ですね。おまけ、マージン0オート。これ、まあ別に全然新しくもなんともないんですけど、効率化できるという意味でご紹介します。 また中央揃えの話なんですけど、皆さんマージン0オートお世話になってますね、多分。中央揃えで最初に習うやつなのかなっていうふうに思います。ただこれ実は左右中央揃えしたいっていう文脈で使われることが多いと思うんですけど、これでいいんですよ。あの、2タイプだけ、0スペースだけなんですけど、これで OK です。あの、ショートハンドでオートってことは上下もオートになってるんですね。なので、0わざわざ書かなくていいんですよ、実は。 という最後は本当に小ネタでした。はい。まとめです。今日話したことはこちらの10個です。はい。まあ、かなりちょっと駆け抜けて説明したんですけど、あの少しでも皆さんのお役に立ってそうであれば幸いです。新しすぎてちょっとまだどこでも使えないコロンはずの話とか、あの、Chrome でもうちょっとで使えるはずのサブグリッドの話とか、そういうのは抜いて、まあ、一応、こう、いろんなとこで使いやすいだろうっていうものを選んだつもりです。 ただまあ CSS どんどん成長していくというか日進月歩なのでこれからも引き続きいろいろぼっちしていきたいなと思っています。はい。では私のセッション以上で終了します。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。もうなんかお見事っていうか。<laughs> ありがとうございます。<laughs> いやー、めっちゃ楽しかったですけど、渡辺さんって何をして今,、はい、今に至るの どういうことですかいやあのウェブをやってる前は何してたんですかえっと社会人になってもうずっとウェブですね、はい、大学の時は<あ>えっと<ー>その紙物とかそういうものもやってたりはしましたへ、はい、えー、なるほどいや世の中にはこう頭切れる人いるなと思ってね聞いてましたけど <laughs> あの勉強なんてねさらに楽しくてね えー、面白かったですけど全部、全部謎とかね、そういろうんなことが出てきて、楽しかったですけどね。渡辺さんの,のもね、も、あ、ね、のー、もう、ソースとかいろいろ公開されているので、ぜひ、ねはいえー、すぐ復習したい方はそちらをご覧いただければと思います。いますはい、改めまして、素晴らしいセッション、本当にありがとうございました。